森安はじめ監督率いる日本代表は10月13日に国際親善試合のカナダ戦に臨み、前半だけで3対0と圧倒し、最終的に4対1の勝利を収めた。直近5試合で22ゴールの破壊力を見せつける森安ジャパンについて、韓国メディアは11ヶ月ぶりで何が。日本サッカーの成長が怖い、と取り上げている。動画、キック直前に軌道変化。 魔法がかかり世界的スターがまさかのミス、日本戦で生まれたチンオーンゴール場面カナダ戦では MF 田中碧の先制ゴールを皮切りに、相手のオーンゴールで追加点を奪うと、さらに MF 中村啓との一撃で前半は3対0と圧倒。後半に田中がこの日2ゴール目を奪い、終盤に1失点したものの4-1と解消した。日本はカタールワールドカップ。 W 杯開幕前の昨年11月にカナダと国際親善試合を行い、1-2で敗戦。そこから W 杯を含めてチームの上積みに成功し、きっちりとカナダにリベンジを果たした。韓国メディア、マイデイリーは、11ヶ月ぶりで何が。日本サッカーの成長が怖い、完璧なリベンジに成功、と見出しを打ち、森保ジャパンについて言及している。 日本はカタール W 杯の前線が偶然ではなかったことを結果として示し、世界的なレベルに近づいたという事実を証明した。11ヶ月前、カタール W 杯前最後のテストマッチで逆転負けを喫したチームにリベンジを果たした。完全に自信を得たようだった、記事では直近の5連勝の間で計22ゴール、5試合連続で4得点以上の攻撃力に注目している。その間、 弱い相手ばかりではない。欧州遠征では世界的な強豪、ドイツ4-1、トルコ4-2を破った。特有のパスゲームをベースにした組織力を活かし、脱アジア級の戦力を誇っている。日本サッカーが新しい前世紀に入った来年1月のアジアカップに向けて韓国も日本を警戒していた。